昨日ね、2022年5月28日土曜日、夜の9時から、ニコ生の七浦くんの、復活の配信を約2時間ほど見ました。自分としてはね、多分ね、一夜限りの復活かなと思ってたんですけど、まあ話の内容を聞くとね、この、1年半ぐらいですかね、2年ぐらいかな、休んでたそのない、休んでた時の、病気のね、山あり谷ありといいますか、まあ、死にかけてた話とかね、そこから透析で復活したりとか、まあすごい内容でしたね。家庭崩壊の話とかね、いろいろでした。まあすごいなと思いました。はい、もうその一言につきますね。でまたこれからね、障害者枠で配信やるということで、まあすごいですよね。まあ今後また期待したいと思います。でね、ちょっと思ったんですけどね、まあ昨日ちょっとそのね、パソコンで見てたんですけど、そのブラウ画質設定がね、まあできるんですけど、まあプレミア入ってないし、画質が1メガ設定と 384kbps 設定と 192bps 設定ができて、1メガ bps に設定するとね、もう頻度にくる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 するんですよね。で回線も問題ないし、自宅のでニコ生クルクルするし、だから、384kbps に画質設定落として、それで見てても、それでもね、またちょっとクルクルし始めてね、でまた画質をね 192kbps にね落としてみて、でまた上げて、落として上げて落として上げてなの繰り返しだったんで、まあ見えたもんじゃなかったですね。まあ、もう最終的には YouTube で後で見ましたけどね。ということです。奈良君復活おめでとう。